はいどうも、沢田信也です。はい、中野浦です。今回は、えー、劇場版、先行のハサウェイの話をしよう。はい。まあまあ、あのー、なんかあのー、今年の、 何月でしたっけ ?6 月ぐらいに劇場公開されてたのかなこれ。ああ、それぐらいかなうん。すぐなんかあのー、アマゾンプライムとか、ネットフリックス化したよねなんか。ああ、まあ早かったですよねああ、もうしてんねやと思って、まあ早速見たんですけど。はい。なんと話に見たら面白かったんで。ああ、劇場ではないんですね。はい。あの、アマゾンプライムで見ました。他一応劇場に。ああ、そうなんですね。はいはいはい。あの、何 ?ODS 版はいはい。えー 大挨拶的な、あの、リモート版がついてたりとかはい、はい。へえ。そうなんや。うん。まあなんとはなしにって言ってるぐらいですから、あんまりね、そんなんの、あの、ガンダム自体を、むちゃくちゃ積極的に見ている人間ではないんですよ。うん。けどね、思い返してみたらね、子供の頃からずっとガンダム見とんなと思って。まあ <laughs> 世代だ。そうそう、何やかんやでずっと見とんなと思って、 しかもこの先行のハサイってちょうど中学1、2年の頃やったと思うねんけど。もうちょい後ちゃうかな僕がちょうどね、ゼータが中1なんですよ。ほんで、ゼータ以降じゃんガンダムの発展したっていうか、あのガンダム大圧に広がっていったのってゼータ以降だから。あれが87年でしょ確かに。あ、そうかそうか。思い出した。俺、その、 ゼータあたりの時に中学生ぐらいやったんかな中学生の時に、なんかそれ、それまで小学生の頃はそのガンダムの再放送とか見てたじゃないですか。小学校5、6年のあたりに。うんうん。で、中学生になった頃に、あの、同級生から、ガンダムって小説あるの知ってるって言われて、お<う>それでなんか小説版のガンダムを貸して読んだ覚えがありますわ。あ、<laughs> あの、アムロが途中で死ぬやつ。<laughs> そ,うそ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 う。で、なんか、<laughs> 小説版はなんか、セイラさんたウンブロ恋仲やねんで、とか言われたりして、ええー、とか言って。それで、あ小説のガンダムってあるんや、みたいなんで自覚して、でその延長上で、なんか先行の派生も読んだん、読んだんですけど、それが多分高校生ですよね。中学生の割か高校生ぐらいだと思うんですよね。はい、はい、はい。あ、よね、ちゃんと小説。内容がちゃうじゃないですか、テレビ、アニメと。 いや、そうなんのよね、全然ね。ああいうパラレル感とかも、なんか、なんか変にこう盛り上がってて、結構、ガ<ー>ンダム小説を読んでましたね、なんか、当時。結構すげえな。<laughs> 僕、じ際読んでないんですよ、<laughs> ハーサーウェイ。あ、そうなんや。のものを、今でも。読んでないね。読んでないんすよ。え、じゃあ、先行のハサウェイの結末って知らないんですかまあ、実は、ゲームで知っちゃってる話。ああ、なるほど。 ねねとか、シナリオやってると、一連のイベントやってくれて、最後のオチは,はい。まあ、いいんですよ。だからそこのイベントで。あ、なるほどね。いや、だから、その、先行のハーサーウェイ読んだ時なんか、ドギも抜かれてラストに、え <laughs> <laughs> なんかテレビアニメのあのガンダムの世界とはなんかちゃう、色が違うと思って。いや、そのあれ、ね、だって、 これ一応ネタバレ禁止でいくんでしょそこの。いやもう、今更先行のハサウェイネタバレ禁止もないでしょうもう20年以上前の作品やねんから。あそ, <laughs> そらそうやなう。まあ、要はね、主人公が処刑されて終わる。そうですよ。しかもなんかあのー、我々からしてみたら、小学生の時に見ていた、機動戦士ガンダムノーマルバージョンのブライトンノアの息子のハサウェイノアが、テロリストとなって最後銃殺刑になるっていう、すごいなんかセンセーショナルなエンディングやって。 え、そんなんあろうんと思って。で、その時に、なんか、ほのかにこう、なんて言うんやろう、ガンダムは、なんか他のロボットアニメとちょっと色がちゃう、みたいな、の、より色濃くこう、影響を受けた、みたいなとこ。<laughs> なるほど。で、まあ、なんつうの、大人になっても、あの、ちょいちょい話題には、ああガンダムの話を、なんか友達とした時には、ちょいちょい話題にはなってましたし、先行の発作を読んだことある、とか言って。ああ、確かに、あの、 相当マイナーな部分やったと思うんですよね。まああのね、ね逆者の小説もあって、ほら、ベルトチカチルドレンー、うん、またちょっと逆者たち合うよみたいなもあって、あっちはまだメジャーやった記憶があって、その中でも先行の反省はかなりレアな部分に入ってた気がする、ね。よ読んでるやつは少ないってか、まあそういう自分。 なんかあのー、ガンダムの話で、ちょっとなんか盛り上がった時には、ガンダムの小説もあるねんでって話の流れから、あの、だいたい先行のハサウェイと、あの、ガイアギア読んだことあるって話なんですよ。あれガンダムの小説って言っていいんかっていうの。いでも、ガイアギアって、ガンダムの世界観のむちゃくちゃ未来の話でしょ、あれ。一応。その設定にはなってますよね。一応なんかシャアの、シャアの子孫みたいな出てこないですか、ガイアギア。 そソなんだっけあれ。アフランシーシャンでしょう、ね、<laughs> なんかめっちゃ記憶おぼろげやけど、ガイアギアに関しては。で、なんか小説はあるけど、なんか映像化されてないな、みたいな話で、なんか大体まとまって終わるんですよ、大体。なんかまあ内容的にも結構映像作品にならんちゃうかとか言われてたりしてて。言ってたね。今回の映画館の時の何前振りってかで、ね、もう映像化不可能と言われたみたいな。絵描、うん、かれてたもんね。 だから、ああ、すんねや、と思って。なんで今更と思ったんですけど。うん。なんか、いろんな記事見てると、まあ、今回の先行のハサウェイを、プロデューサーの方がめちゃファンやったみたいな。まあ、そういう、<あ>ま、単純な理由やったみたいですけどね。なんかね。ああ、そうで、まあ、そんな感じで、その、先行のハサウェイの原体験としてはもうかなり昔なんですよ。私としては。うん。うんで、まあ、言ったら、まあ、内容も知ってるし、 なんか、結末も知ってるし。はいはい、まあ、それが映像化になったらどんなもんなんかなっていうぐらいの、ただの興味と。うん。で、言ってもそこまで熱烈なガンダムファンでもないから。<laughs> <ー>まあ、なんと話に見てみた結果が、はいあ、結構面白かったなと思って。で、結構面白かったなと思って、嫁も一緒に見てたんですけど、で、面白かったねーっつって。でも、なんか、ふとこう、なんていうの あれに変えるというか、改めて考えてみたら、何が面白かったんやろうっていうのが、いまいち自覚的ではないなっていうことに気づいたんですね。ああ<ー>。なんかあの先行のハーサイウェイって面白いよって人に言うときに、何が面白いのって選ぶときに、なんか言う言葉がないんすよ。<laughs> あのー、僕はまあ映画館で見て、うん、で、えー、結構まあ、 僕も、あ面白い映画やなって思ったのよ、あの、見終わった後には。んで、うん、あ人に進めるとき何が良かったかっていうときって、音が良かったっていうのをまず言ってて <laughs>、まあ、やっぱ近年、ね、なんか映画館で行く価値のところにちょっと音の良さがあるなっていう。確かにね。意識し始めてて、いろんな作品見るときに。<laughs> あの、まあ、すぐさ、地上で見れたりするようなご時世でも、うん、やっぱあの、つからくる音の感じみたいなのは、劇場でしか味わえやなとか思ってて、うん、で、それがすげえ一化されてたよね、なんかその、カサレに関しては。うん、で、あの、特に今回演出上でさ、なんかちょっと怪獣映画みたいなノリがあるとかさ、うんうん、その、オイルスーツと人と、人、うん、その、投資人との対比を結構、 まあ、うまくっていうか、わざとこう演出上取り入れてるじゃない巨大なもんなんだよ、モビス、みたいなところを、結構あの、だからモビルスーツが戦闘してる足元ちょろちょろしたらすげえ危ないよ、みたいなのを、うん、結構意識的に演出でガンガンに出てるんじゃないですか。うん、かあそこら辺の時に、また音がそれすごいマッチしてたんで、その劇場で見た時は。 すごい、すごい怖かったよね。なんていうか、うん、その周りがボコボコなってる時とかの、あの、音響とかあってだから、あこれは劇場で見た方がいいよねって、その時は素直に思ったんで、割とそういうふうな、あの、おすすめの仕方を、まあ、あの、見に行った時は、周りの人に知ってたなっていうのは思い出した。あのー、臨場感という意味でっていうことですかそう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 。まあ、その臨場感があるから体験としてよかったよっていう話ですよね。あ、そうそうそう。 うん、でまた音楽もあのー、今回また沢野博之なんですけど、まあ普通に沢野博之の曲聴いたらなんか盛り上がるよなっていうのは。もうね。<laughs> なんか何聴いても無駄に盛り上がるよなって思う<お>。<laughs> もうあの人は、まあすごいよね、あの人は、うん。あーってなんかなるっていういつもの感覚なんですけど、そういうのは相まって、なんかその映画を見た一連の体感的なところで、あーなんかええもんみたいな、満足したわ、みたいな気分にはなってたわけですよ。 で、俺もまあ、じゃあ何が面白いねんって言われた時にまあ、こと細かくその、事柄だけを上げていくんやったら、個人的な好みとしては、今回結構その、なんつうのその映像表現の見せ方が、なんか、稚拙な言葉で言うとリアルやなっていうのがあって、あ<ー>結構なんかあの、なんて言ったんやろうな、主観視点を効果的に使ってるところが多くて、あ<ー>そ,れそれこそそのさっき言ったモビルスーツの足元で、 まあ、ハサウェイとギギがちょろちょろしてる時とかも、まあ、いったハサウェイ目線で、こう、下から上を見上げる一般の人たちが、街中でモビルスーツが戦ってるさも見る、なんか、画角とかもあるんですけど、うん、まあ、例えばモビルスーツのココピットから見える風景とかが、うん、今回 CG を多分に使ってるんですかねやっぱり。今までの、まあ、今までのっていうか、普通のなんか手書きで書くような、こう、風景とか、ちょっと、 一線を隠すような、なんていうのリアルな感じの、ほんまにあの、これぐらいの高度で、モビルスーツのココピットから、下見たらこんな感じなんやろうな、っていう。ああ<ー>、例え変ですけど、あ,あの、エースコンバットとか、ああいう。はいはいはい。あっち側のリアルさみたいな、なんていうのかな。ああ、でもあると思う。なんかあの、前編にあたって、すごくリア、リアリティっていうとまたちょっとあれなんやけど、 なんつうのな、実写を意識した絵作りとかそ,そ,そうそうそう。一番それをなんか、なんとなく感じたのが、あの、序盤の方でこう、ダバオ、フィリピンのあのダバオっていう地区にこう、はい、飛行機が不時着して、ハサウェイたちがまあ、ホテルに泊まるっていうあの街、ダバオでしたっけね。うんうん、で、あそこにこう、何やったっけ、マンハンターっていうなんか、<laughs> 治安維持部隊みたいな。部隊たちが、まあ、ハサウェイが街うろうろしてる時にちょっとなんか、 ギッチョン、ギッチョンでなんか、モビルスーツに乗って、うん、街にこう出てくるし登場シーンの時に、その、マンハンターたちが乗ってるモビルスーツの視点で、ダバオの街がファーってこう、見える時があるんですね。街をちょっと高めのところから見る時があるんですけど、あの時のカメラの見せ方がすごいこう、なんていうのリアルやったんですよ。あって、なんかすごいって。はいはいはい。その後、ハサウェイがなんかタクシー乗って、 タクシーに乗って、ちょっと街から離れるときも、そのタクシーに乗っているハサウェイをカメラが向いているその背景で、まあ当たり前のようにタクシーが動いていくから普通に風景が流れていくじゃないですか。うん,うんうん。ああいうのが実写映像にすごい近い感じの表現やったから。うん。これあの、ちょっと狭くて浅い奴らで LINE 公式アカウントやってるんですけど、お<う>その、 先行の発作を意味ましたっていう簡単な文章をこう送った時に、まあ何が面白かったかっていうのはよくわかんないんですけど、なんかあの一本の洋画を見たような満足感がありましたっていうふうに表現したんですね。だからなんか変な話、こうアニメ映画を見てるんですけど、なんか実写の洋画を一本見たような感じの満足感があったんですよ。 そういう意味で、なんかまあ、それをなんかリア,リアルだったからとか、そういう理由に落とし込むのは、ど、なんか、違うんだろうかと思いながらも、感覚的にはそれすごいそれに近くて。あ<ー>で、あと、その映像表現も相まって、その登場人物たちのセリフのやり取り。はい,はい。もう、まあ、いわゆる、まあ、なんていうの、富の節みたいなのを継承しつつ、うん。わざとらしいアニメのセリフ回しではないような感じ。 やったじゃないですか、はい、なんか。はいはい。よく言う、なんか、怒ってる出来事とか、自分の心情とかを全て言葉で説明しないみたいな感じの。<laughs> ああ、それはなかったね。うん。ああいうのもあまって、なんか非常にこう、自社映画に近いような体験で見たなっていうのがあって。なるほど。いわゆるガンダムのアニメ作品って、 まあ、パッと想像するようなものではないような映像表現でガンダムを見たから、なんかそういうところでの面白さなんかなとか思って。多分、作りが、まあ、さっき言ったけど、すごい実写意識して作ってるよ。そう、ね、のあの映像もそうだし、で、それはあの、細かい設定とかも全部そうやなと思って、なんていうかな。あの、最初の、 旅客機のシーンとかでも、なるあの、メニューやら、その、あとトイレの時に手洗う時とかものさ、真空やったらこういう設備だよね、うん、みたいな。全部ちゃんと考えられてデザインされてるな、みたいなのがあったんで、なんかそこら辺はすごい細かに作ってるなと思って、ただ、ただ逆に、その会社でその、面白かったよって言って、で、他の人が見た時にすっごいその、まあ、洋画 オタクっていうか、洋画をすっげえ見まくってる人から言うと、なんか普通じゃねえぐらいの話だなったよね。まあまあ、そうやよね。だから、まあ実写映像で普通でやってることをアニメ作品でやってること自体がアニメ作品なのにっていうフィルターを通して面白いと思わせてるのだろうかとは思ったんやけど、あとなんかあのー、後半モビルスーツ、クスイとペネロペーが戦う時とかも、 うん、暗くてようわからんなと思いながら見てたんやけど。はいはい。なんか逆に納得するというか、まあ夜、夜戦ってるからそうやんなみたいな感じの。やろな<ー>なんか逆にリアルに僕は感じたんですよ。あの、テロが行われる街中での戦闘とかも。はいはい。確かにね、なんていうかな。うん、アニメでわかりやすくじゃない、本当のライティングとか本当のリアル化みたいなのはまあ目指してんだよなと思ます。まあ あと、なんだろうな、この時代やから何回も見直したり、あとその、それこそ家で環境やったら、ぶっちゃけあげれるじゃん、頑張ってよ、その、あり、うん、の暗さとかを。だから、そういうのも加味して、なんか、うん、そこら辺は、後でもう何回も見てね、みたいなぐらいで、こう、一発目は、 雰囲気重視の調整みたいな。そうね。なんか、いわゆる、こう、アニメだからっていう分かりやすさっていうのを、あえて排除してるような表現をしてるところが、なんか、新鮮に感じられたのだろうか、とかね。んなんか、まあ、そういう意味では、なんか、内容がうんぬんっていうよりも、映像体験としての満足感なのかな、とか、思ったりもしてたんですけど。確かに、あの、実際、 あの、二回目、まあ家でも見たんですよ。あの、うん、僕も、あのね、ネットフリックスで見たときには、逆にその内容って、あの、一回目映画で見た時はそんな感じなかったけど、よくよく見ると戦闘シーンとかあんまないなとかさ。いや、そうそうそう。<の>すごいシンプルな戦いで。で、逆に言うと冒頭のあの演出とかめっちゃ長かったんやなっていうか、うん、何言ったかぐらい感じただよね。なんか全体を一回知った後で見ると、 なんかもうちょっとこう見どころあってもいいのに、まあ、三部作のうちの一個やからな、みたいな感じでしかないというか。うん、そこら辺は逆に感じたから、うん、な、なんだろうな。演出はすごい上手いんやろうけど、こう。で、逆に言うとそうか、そのバランスでちゃんと一本映画見た気にさせるのはすげえなって思ったそうね。か<な>だから、モビルスーツが、えっと、モビルスーツがしがし戦うところが別にクライマックスではないわけじゃないですか。 一応物語の構成上はクライマックスなのかもしれないけど、まあ、第一部として見せたいところは別にそこじゃなかったわけじゃないですか。どちらかというと、ハサウェイとギギとケネスの関係性であるとか、見ている側にこう、開示されていくマフティの内側とか、はい、そういう、そういうまあ、いわゆるその人間の関係性とか、その世界で起こっている様を、 興味持たせるために見せたみたいなところに出るのかなっていう全ての表現が。そういう意味でなんか、い、まあ、った実在感が今回すごいなと思ったんですよね。なんか。ああ、そうだよね。うん。クションの人たちではないなんか、あのー、そういうところの満足度かなのかなと思ったんですけど。日本のアニメってやっぱりこう、ある種簡略化の文化みたいなところがあるからさ、その枚数を抜くのもそうやけど、うん 表現度とか、似ているとかも、だからそこは、あえて今回は真逆に言ってるっていうか、リアルにあったらこうよねって言って、実はその、その、それこそ後半のモビルスーツ戦の戦い方も、あれ、流してみてると全然わからんけど、めちゃくちゃいろんなことやってるんだよな、みたいなのは、なんかこう、考察とか見てるといっぱい上がってて、うん、あの、それこそ、あの、おとりでビームライフルを使うじゃんうん。 あそこも、あのビームライフルがなんでどういう風に出てるかとか、うん、逆方向に撃ってんのよね、あれって確か。うん、その撃ってる逆方向に、撃ってるから推進剤みたいな感じで、ビームが推進剤みたいな感じでビューンって進んでいるのを、うん、あの、レイン君は勘違いして撃ったみたいな話があって、で、その前にどうやってそれをバレないように、こう、水柱を弾幕にしてるかみたいなとことかで、あの、あえてその、 レイン君がちょっとこう、まだ素人で、えっ、ー、と、ハサイはもう、そう、とはいえもう、だいぶ歴戦の人になってる、みたいなさを、が、うん、ここで表現されてんだ、みたいなこと <laughs> おお、すげえな、とか思って <laughs>。その、武器をおとりにするは、割とね、ガンダム界の、ちょっとしたお約束みたいなとこあるじゃん。うん。あの、アムロが、あの、ニューハイパパーズーカを、こう、餌にするとか、あの、フルフロンタルがシナンジュで、あの、プロペランズはバーンって切り離して、 それを取りにするみたいなやつこう、腕あるパイロットが使う技みたいなところがあるんで。なんかそれを、それをさりげなくやってたりするから。で、後半、あの、ビームライフルなくなったみたいな回収された時あの、よ、なくなってるみたいなおうちもある。するんで。うん、あなんかやっぱそういうとこ細かく説明はしてないけど、後で見るとわかるようにできてるみたいな感じかな。 だからそういう感じで、まあストーリーなんかも分かってる状態で見てるから、まあ、この先どうなるんだろうみたいなワクワクとかは別にないわけですよ。うん、あ,あまあまあ、そうやな。まあ、そのままいくかどうか分からないけどね。まあ一応、結末変わるかもとは言われてるけど、まあとはいえ、大ドンデん返しがめっちゃあるとかでもないやろうし。まあ,あね、そりゃそうよね。それやっちゃったら。その割にはすごい楽しめたなとか思って。うん、で、うちの嫁も一緒に見てて、見終わってから言ったんが、 うん、あの、何も別に全然詳しくはないんですけど。うん。ガンダムもいろいろあるけど、いつものあの会話じゃないと思んないなって言ったんですよ。やっぱりっ <laughs> まあいわゆるあの、富の武士が入ってないと、ガンダム見た気にならんなって言ってたんですよ。ちらっとあるけどね。あ、そうも今回は、まあ、富の周期武士が混じってたからよかったって話なんですね。ああ、そういうことそう。ああ、なるほどな。なるほどなと思って。で、それは確かに僕自身も、 まあ、ガンダム作品、多種多様、それなりに見てきましたけど、やっぱり一番何が面白いかって言ったら、うん、まあ、宇宙世紀の話に関係する、かつ、まあ、飛びのしが混じってるやつを面白いなと思ってんだと思って。ああ、飛びの節しね。うちの夢が言ってたのは、は一見会話になって、 でなさそうに聞こえるけど、会話になっててお互いのキャラクターがそれぞれ自分の中で何か意見は完結してるんや。やろうけど、全てそれを言葉で表現しないけど、会話が成り立ってる様がおもろいっていう話をしてて、あのね。思わせぶりなやつね。そしてあのちゃんとした受け答えはしてない。そう。そう、そう、あれあれなんですけど、まあ、確かに言われてみたらそうやなってでそうかって。だから、今回のハーサーウェイはまあ、言っても富野の系譜をね。 えー、継承するような作品やから、まあ、言われてみればそうやなって思ったんですけど。はい,は,いはい、はい。で、そこで改めて思ったんが、じゃあなんでそれおもろいと思ってんねんと思ったんですよ。はあ。で、正直こっからが本題なんですけど。あ、なるほど。結局、自分ガンダムの何が面白くて見てんねんっていうのが、いまいち分かってないぞと思ったんですよ。ああ <laughs> <laughs> なるほどね。 で、改めて、まあ、今回の先行のハサウェイも、まあ、映像体験として良かったっていう側面はあるものの、やっぱガンダムやから良かったみたいなところもあって、じゃあガンダムの何が良かったんって話したときに、まあ、やっぱ富の武ト富野武富野のの警の作品だからっていうのもあったんですけど、じゃあ富野の系譜の作品が何がええねんって言われると、わかんないんですよね。何がええのかがっていうのが。 でも、やっぱりそのトビノの系譜ではないガンダムと比べると確実ななんかの差があるんですよ。なんか。でもそれを意外と自覚してないなと思って。うん、それは何かあなたはどう思いますか中村さんはどうですかとかそういう話がしたいんですね。ガンダムの何面白いと思ってるんですかって。<laughs> 難しいテーマ来たなほんでね、まあ、ちょっと付け足しなんですけど、あの、トビノの系譜を 踏んでないガンダムの中では、ガンダムのダブルーが好きなんですよ、僕は。あ、あなるほど。はい,はい、はいうち。うちの夢もダブルーが好きで。で、ダブルーが好きなのは、はい、まあ、ダブルーはわかりやすくドラマジックじゃないですか。うんうんうん。あとはあの、主人公が単純にかっこいいっていう、俺がガンダムだっつって。変な言い方したら、ダブルーってガンダム弱でも成り立つぐらい、なんかかっこいい作品じゃないですか、なんか。ああ、そう。 だね。あれ、うん、あれがガンダムっていうロボットじゃなくても成り立つと思うんですよ。まあそれ言ったら、他のガンダムみんなそうなんでしょうけど。<laughs> トミノのガンダムを面白いと思う要素は、トミノじゃないガンダムを面白いと思ってる要素とは明確に違う何かを感じて面白いって言ってるなと思うんですけど。あー 初代ガンダムも、ゼータも、ダブルゼータも、ある程度まあ、トミノのガンダム見てきてますけど、なんかね、物語的に、めちゃめちゃ、どん天返しがあるとか、そんな話じゃないじゃないですか。ガンダム、そもそも。むしろ、ちょっと戦記者のノリがある。そう,そうそうそう。基本は、戦争の模様を、まあ、ある一定の人物の視点で描いてるっていうだけで。戦、を巻き込まれた少年の成長談が、そうそうそう。 悪やなと、ずっとあの、正当派ガンダム系は思う。ストーリーだけ追っかけていったら、まあ、戦争に巻き込まれた人たちの出来事を描いてるだけやから、なんかその、毎週毎週来週どうなんねやろうとかいう引きが強いとか、そんなんじゃないじゃないですか、うん、ガンダム。それこそテレビの毎週で見ると、視聴率がすい <laughs> そ,うそ,うそうそう。<laughs> でも、なんか子供の頃はなんやかんやで見てたんすよ、毎週。まあ、うん、僕たちが見てた時代のガンダムは再放送でしたけど。はい。 なんかなんやかんやで毎週見てたし、あの頃あの頃で意味もわからず面白いなって思って見ていたんですよね、ガンダムを。あの当時はガンダムのようなロボットアニメっていうのがガンダムしかなかったから当然。だから面白いって感じた部分も当然あるんですけど、話の構成的にも前半人間ドラマがあって後半ロボットで戦うとか、そういうお約束の構成でもないし、時としては全然モビルスーツ戦がない話とかもあるわけで、ガンダムって。 ね、でも、子供ながらに何かそれ面白いなと思って見てたよなとか思って。で、それが大人になった今でもなんか続いてるんですけど、改めて、うん、ガンダムの何が脆いと思って見たんやろって。まあ、一個は、あの、あれじゃないその、メインテーマが、あの、ロボメカじゃないっていうのが、やっぱその戦争と少年の成長談にあって、それの要素として、 あの、メカが入ってるだけっていうのが多分一個でかいんじゃないあの、結局、スーパーロボットはもうそのスーパーロボットがじゃない。それ、それがメインなわけだから。そう、だから、そのスーパーロボット系のアニメっていうのは話としても分かりやすいオチがつくじゃないですか。まあそうよね。それを物語として消化したときに、ああ、オチがついたよかったな、悪者倒されたわ、万歳っていう満足感で、ああ、イコール面白いなってなると思うんですよ。うーん でもガンダムって落ち着かへん時あるじゃないですか、なんか。話的に。単に悲しいだけとか、なんか、単に人間模様を様見せられただけとか。はいはいはい。んで、ひいてはその少年の成長談とか言いながらも、その、ジュブナイル小説ばりに主人公がめちゃめちゃ葛藤して、なんか結論を導き出して成長するとかでもないじゃないですかあー。ああ。 なんか大人との関係性の中で、いろんないざこざとか、ままならないこととかを経験したときに、あの時の俺じゃねえみたいな成長の仕方ではなくて、あ<ー>なんとなく大人になってたみたいな感じで終わっていくでしょ。ガンダムって。でも、そこはでも、あの、なんだろうな。そんなわかりやすくやってないだけで、実はその周りに揉まれて、まあ嫌おうがなし周りに倒してたら成長しているっていうような。 でもそれは間違いなく逆に言うとリアルな成長体だと思うねんだけどな。それ言ったら地味じゃないですか言ってしまえば。<laughs> ガンダムってね。なのに何を面白いと思ってんねやろうな。そういう言ったら、まあ、地味に主人公が成長していく作品なんかいっぱいあると思うんですけど、だいたいそういうのって途中で飽きてミン講になったするわけですよ、僕は。<laughs> でもガンダムに限っては熱烈なファンでもないくせに何か新しいのが出ると見てしまうんですよね。 で、何か面白いと思ってるようになって毎回。僕が好きなのは、その、やっぱり、戦記者って言ったように、うん、なんていうかな、戦争がメインのテーマ、メインっていうか、戦争がまあテーマなわけじゃなかったん、うん、で,で、戦争とかテーマって、その、いわゆる、他のアニメ、ロボットアニメとかの、いわゆる完全超悪、うん、じゃなく、こう明確に言って方っていうのが、 立場によって存在するのが、まあ戦争じゃん。戦争ってさ、お,お互いが自分が正しい、自分が正義だと思ってる、ぶ、うん、つかり合いなわけじゃん。で、うん、戦争になった方が、それを自分の説が正しかったみたいな、うん、お付き合いで、で、逆のサイドから見たら当然もうあ、もう自分たちが正義で相手が悪だっていうので見れるわけじゃん。うん、リアルな話、それは。でそれが、あの、うん、ガンダムってアニメの中でも、あの、 一個のシリーズだけパッとその時切り取ったら、まあアムロっていうのがいる連邦軍っていうサイドで見たら、連邦軍が正義で、ジオンがひどい、コロニートーシとかそれひどいやつやってなるけど、ジオンのサイドに入ったらジオンのサイドで、こう、それぞれの立場での、あの、思いとか追い立ちとかも含めて、そう、ジオンサイドみたいなの見方もできるわけじゃん。ジオンから見たら連邦が悪魔の存在だみたいな感じ。っていうのがあるから、なんか、世界観が、一方的じゃないんで、すごく、 あり得るなって思いやすい。うん、で、これの、この入れ、すれ違いとかそこで、ああ、なんか悲劇的な話とか、いい話とかがまあ生まれてるっていうのがあって、うん、今、今となってはそのガンダムって世界でもめちゃくちゃ、その派生が広がっててさ、その、いわゆる別作品じゃなくて、その、いわゆる一年戦争っていうのだけ切り取っても、その時が裏ではこんな話があったのかもしれない。とか、 あの、ジオンの思いがこうやったから、仕方なくしてたとか、でも早く終わらしたかったけど、みたいな話とかも、まあいろいろ保管されての結果ではあるんやけど、そういう広がりが、まああるから、すごいなんだろうな、腑に落ちやすいっていうかな話としてじ、実在、実在してるかもしれんと思える話。まあ、いわゆるそういうところはガンダムという作品の特徴的なところとしてよく言われるじゃないですか。 うん、で、まあ、それは重々承知の上なんですけど、じゃあ、それの何が面白いのって思ってるんだろうって話なんですね。一個は、やっぱ、空想完全な作り物、それこそ、なんだ、異世界とかなあ、そういうのじゃない、なんか地続きにあり得るかもしれんよねって思える話っていうのが、一個、なんだろうな。うん、あでも、その話を聞いて今、ふと思ったのが、ある、ある種、その、 歴史ドラマ見てる感覚に近いのかなと今思いました、聞いてて。そう,そう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 。それはあると思う。なんか、未来の歴史、ね、歴史。未来の歴史ドラマみたいな。で、であくまでその物語上は主人公かもしれへんけど、作品としては歴史の一部を切り取っているのを表現しているだけやから、主人公のマンパワーだけで何かが変わるわけではないから、そういう、なんつうの、翻弄されている具合とか、そういうところがまあ、 実際に歴史上の人物だとリアルやから、実際に起こった出来事なので、まあ、こっちとしては、こう、腑に落ちやすい、と思うんですね。だだそれに近いことをガンダムにも感じているのかなって、その話を聞いて思いましたね。あでもそうだと思うよ。だってガンダムの話って、当時は全然気づかなかったけど、よくよく考えた最終決戦の時とかって、主人公全然最終決戦の、に関わることやってないからね。うん 本来な、普通のアニメは、は、まあ、それこそガンダムシリーズでも最近のやったら、もう普通に主人公が大事なとこやって、うん、はい、終わりになるけど、実際初期ガンダムって、アーバーワーク行った時って、別に敵の大将を倒すわけでもないしさ、あ,ね、あのー、うん まあ、それこそシャアがね、裏で、まあ、シャアが第二の主人公だとしたら、シャアが裏でそのダルイケ滅ぼしてたりもするけど、そのシャアとガン、アムロの戦いも、アムロは、いや、君にまってる暇ないからっ、つって、ジオグ無視して、うん、アムロの中に行く方をい <laughs> 急いでたりする。いや、なんていう、うん、か。本来の筋で言うと、うん、宿命のライバルの決戦やねんから、そこでバチンってやるべきなのに、いや、別の目的があるんで、みたいな感じで。 ほ、干されたりするっていうのも、なんか、ある種リアルっていうかさ、何、うん、んでか、一い都合で動いてないよ。これこそ戦争やねんから作戦通りやらないみたいなことになってるみたいな。で、この主人公なら別に、一部分ではすごい神形だった、あの、ね、戦果上げてるにしても、全体で見たら、あの、ただの一つの駒っていうか、うん、あの、なんだろうな、 それこそさっき言ったように、じゃあ敵の大将を倒したか、言ったら別に倒してないからね、そういう。うん、とかいうのが、まあ、ある種、ある種リアルっちゃリアルねっていうか。まあ、リアルっていう言葉はすごい語弊が生まれそうな感じがするけど、まあ、結局はガンダムに出てくる登場人物たち、まあ、特に富の作品なんかに出てくる、まあ、多くの人たちっていうのは、限りなく我々が生きてる、 世界の人間に近い人間たちに感じられるっていうところがある種の面白さの要素として捉えてるってことですよね。そうね。それはあると。創作としてはフィクションの人たちだけど、まあ、そのキャラに、こう、我々が接するときにはフィクションの人たちだと思ってない節があるってことですよね。うんまあ、そういう意味では、その、なんつうの、我々が現実世界を生きるにあたって、あの、この前さ、って俺の友達でこんなやつがおってさっていう、そいつの、 人生話を面白く聞いてるのに近い感じなわけですよね。うんうんうん。俺の友達で傭兵やってるやつがおってさって、この前こんな戦争に行ってきたんやっていう話を俺が中野浦さんにしたら、おそらく興味深く聞いてくれるでしょう。それに関して。<laughs> <laughs> <laughs> すげえな、と。ちょっとそれに近いところがあるよね、なんか。そうか,そうかも、そうかも。で、それを、まあ、ガンダムでは、その、一、一一一般市民が戦争に巻き込まれる。うん その戦争を体験するみたいな話になってるから、逆に言うとそのへ変な短さもあるっていうか、それこそ訓練して兵士になったわけでもないのに、戦争状,状態に入っていってるっていうところは、まあそれはあのフィクションの部分やろうけど、そこがうまくミックスされてるから、あの逆に近くも感じるんじゃないのかな。面白みを感じるんじゃないかなっていう気がするけど。あとでも話してて思ったけど、はい、その、まあフィクションの創作、 まあ、創作物語の中でも、限りなく設定がリアルに近くて、まあ、一応、話の物語の設定上とか構成上で、えー、位置閉塞であるとかっていう設定の物語っていうのは他にもいっぱいあると思うんですよね。うん、で、あくまでこの物語は位置閉塞の視点から描かれた、あの、お話です。みたいなのも、別にガンダムみたいにもたくさんあると思うんですけど、やっぱりどこか、主人公全とする展開が待ってたりするじゃないですか。 まあね。意外とガンダムって今話が思ったんですけど、うん、突き放すようなと思って、主人公を。特にショファーストはそうかもな。そう、物語の、やっぱりよく言う物語の都合として主人公を動かさないよなと思って。あそれはそうですね。まあまあ、うん、だから、なんだろう。うん かわいそうな展開になる場合多いよ、ね、まあ先行のハ砕エなんか、明らかにそうで、なんか最後死、殺されんねやみたいな感じで、でもそれはテロリストやねんから当然捕まったらそうだるよなって話で。で、言ったら、小説版のガンダムなんかも、アムロ最後死ぬんじゃないですか。ねえ。まあ、なんだろう、トミノさん的には、 一主人公というのを死ぬよねっていう思いで書いてやろうなと。そうやろね。とミノの世界の中では別に主人公だからといって特別な存在ではなくてっていう、まあごく当たり前の人として扱ってるから死ぬとき死ぬしみたいな。なんかそういう。っていうぐらいの気分では書いてそうな気がするな。だからまあ、見るこちらからとしても、まあ、いわゆるそのヒーローゼンした作品を見る雰囲気で見ないっていう、この、 前提ができるから、まあ、限りなくリアルな人が行っている行動に近い感覚で、その人の話をこう、覗きにしているような感覚になるのかなちょっと話ずれちゃうけど、その、アムロがね、その、あの、テレビではまあ、当然最後まで生き残ってさ、ゼータの時にかなりふ、うん、こう、脇役扱いで、うん、あてるじゃん。うん。主人、せっかく旧世代の主人公なのに、うん。お 俺、当時見てた時ってもっと活躍すると思ってたのよ。アムロって、ゼータガンダムの中で。あ、わかるわ。なんか、前の主人公出てきたと思ってだ。だから、これ、それこそここから共闘するんかっていう感じだったのに、全然出てこんかったじゃん。うもう地上で、まずはやとと一緒に空ラで、みたいな。うん、だけでさ、当時は、それをすごく不満に思ったけど、あの、ジャーツって、あの、シードってあるじゃん、ガンダムシード、うん あれ全然、ね、監督別の方やけど、あ,あれって知ってるあの話ってどうう話か。知ってるシードってさ、ほぼほぼ下敷きはさ、ガンダムの流れをさ、うん、ちょっとあの,あの時代風にアレンジしててさ、やってて、で、そのシードが完結して、後半ちょっとね、あの、ゼータのゼ、ゼータの三つどもえみたいなのと、ま、混じっててさ、話が。あの、ガンダムのファーストの流れと。うん、で、シードが終わって、で、シードディスティニーってなった時って、 主人公変えたじゃん、うん、ディスティニーで、あの時に前の主人公のキラーが出てきたじゃん、うん、で、完全に後半さ、入れ替わった。うん、そうやな。あのシ、シン、がなんか全然、なんか。むしろシン、<laughs> 何っていうぐらいひどいさ。<laughs> <laughs> だっけぐらいのささ落とされ方したじゃんあれ、あれ、共闘っていうのに持っていかなかったら逆にすげえだと思うけど、もう最後まで戦わしてでさらに負けさすって、あれはあれで前代未聞やなと思った <laughs> だああ、ならなくてよかったなって逆に思、思い直したね、あの見た時。そういう意味で俺思い出したのがドラゴンボールでさ、一時はご悟空からご飯で主人公チェンジしようっていう。あったね。あって。で、思いっきり失敗してさ、なんか。 <laughs> 結局、悟空が続投しているっていう、そのまま、そしてそのまま続いているっていうのがあって。そしてまで退場させたのに、蘇ってきたからね。<laughs> <laughs> やっぱそういう意味では、やっぱそれは、なんていうのな、な、なんて表現したらいいんやろうまあ、それは当然ドラゴンボールってヒーロー前とした物語なわけやから、それは悟空退場させたらあかんやろって。それは見てる側も思うよねって話で。で、ガンダムシードも、まあ、構成的には、 初代ガンダムもしたんかもしれんけど、あの作品が持つ雰囲気がもうヒーロー全としたガンダムの物語やったから。ね、超人的な強さら、ね、そらキラだってもうキラのなんかス,スペシャル感ってもうすごかったやん、なんか。あのー、本当一気で戦局ひっくり返すっていう。<laughs> <laughs> そらそんなスーパーなやつ体調させてあかんよなっていう。しかも殺っていうね。殺さずにあ手に。<laughs> もう、なんだろうね、都合のいいヒーロー状態にはなってたよ、ね。まあ、それがそれでね、見てるときはちょっと気持ちよかったりすんねんけどな、あの、不思議なもんで <laughs> それはそれで、なかスーパーのやつを見る心地よさっていうのがあるから、もうこいつならやってくれる感っていう、無双してる感とか。でもまあ、言ったら、それはもう構成の問題ではないって話じゃんか、もう。あ,あそうね。あくまで描き方として、一、ね、普通の一般人として描くか、まあ、スペシャルなやつとして描くかってなったときに、 まあ、ガンダムシードなんかは限りなくこう、なんかそうヒーローゼンとした物語としての作風になので、まあ、そら、人気に左右されるよね、単純に。ちなみに、ちなみに中国では一番シードが人気高いんですよ。ええー、そうなんや。なんでいや、わ、えー、からんけど、やっぱそういうあれじゃないと特別な存在に憧れるんだよ。ああ<ー>。日本は、ちょっとその、特別すぎるとさ、自分ではないわけそうね。まあ、帰するからね。共感、 感情移入しづらいみたいなのあるよね。だから、だけど、なんか、中国の人は普通にあの超スーパーなやつに超憧れるみたいで。<ー> <laughs> 上海にあの、立像 ?1 分の1が来た時もフリーダムだったんだよね。へ<ー>多分ガンダムが一番人気なのよ。あの、キラーが乗ってるっていうことで。あの、ユニコーンより人気あるのよね。向こうの方で。もうそういうのを含めて、まあ、たった一言でリアル系って言われてる。 だろうなって、まあ、改めて思うだけの話なんですけど。まあ、でもそうじゃな、ね、い。まあ、だから、うん、兵器のリアルさかって言われると、まあね、やっぱアニメの都合とかで、それこそガンダム一機はめちゃくちゃ強いけど、みたいなんて、どうなんだろうとか思うけど、あの、やっぱ、世界の広がりっていうか、その、なんだろうな、 他の人たちにもバックボーンがあるよねと感じられるようなせ感じ設定っていう,うん。やっぱりその、設定がリアルとか構成がリアルっていうよりかは、人が思う人のリアルっていうのが存在するからじゃないですか、やっぱり。うん。なんかその、設定がどれだけリアルであったとしても、やっぱりその、設定だけリアルで、<れ>見せ方が制作者側の都合が良ければ、それなんもリアルには関心わけでさ。やっぱりその、 なんていうの表現難しいな。みんなが思う現実、みんなが思う現実っていうか、我々、現実の我々は現実で生きてるから、現実を知ってるわけじゃないですか。その現実を限りなく感じさせてくれる何,何かがあるからガンダムに対してリアルやと思うわけで、それは設定とか構成とかではないと思うんですよね、うん、きっと。うん、それが何やろうなと今思ったけどね。何をリアルと感じているのだっていう話で。うわうわ 演出、えー、って何のかなそういう意味では。そういう意味では今回の先行のハーサーウェイなんかは、まあそういう、まあガンダムという世界観、まあそもそもガンダムという世界観を創作する側が、まあそういう都合のいいフィクション創作物語ではないっていうところからスタートしているガンダムの世界観を、まあよりリアルなガン、リアルな表現で見せてるからよりリアルだっていう風な感じなのかなって。だから実写映画見たような気になるとか、そういう感覚になってるのかなと思うんですけど。うん んやろう人は何を持ってリアルって感じんねやろうな今、それを今ふと思いましたね、なんかね。なんか、うん、ちょっと今話してふっと頭にかんだのは、いわゆる劇とか、うんその、劇場、劇場のその劇いわゆるそのオペラとかさ、そういう、ああいうのって見たときって、その、その劇の瞬間の中では世界観ができてるけど、うん、一歩幕の裏側に入ったら違う。 いわゆる現実が、ような感じがするのよ。うん、で、それは、劇っていう空間の中でしか成立してないんだなって感じがして、うん、それが、えっ、ー、と、例えばそういうドキュメントとか、例えばそういう、劇を、うん、劇をやるっていうような、まあ漫画とかアニメとか作品だとしたら、うん、その裏側を含めて、その作品世界観になってるもじゃない。うん、なんか、そっちに近いのかなって気がするのよ。 かああ<ー>。課題が描こうとしてる方がだ。裏側がないって言うと変だな。ああ<ー>、うそうそうそう。ああ、裏側がない。これが存在感があるというか、あのー、うん、ちょい役とかも、なんだろうな、アニメとか画面に出てるのはちょいだとしても、本来裏に、 この人生活してるよねっていう感じがちょっと匂わせでると。ま、確かにその匂わせっていうのがすごい重要なのかなと思うのが、やっぱ、匂わせがあるからこそ、ガンダムって年表の隙間をすごい埋められていくわけじゃないですか。匂わせがあるから、あいつを間に挟んだりとか <laughs>。ある。やっぱこう、匂わ、そうやな、匂わせな、ほんまに生きてそうっていう。 ほんまに生きてそうっていうか、こいついるやろって無意識でみんな思ってるよね、きっとね。なんか、何やろ、今話しながら思い出したら、その、アムロがか、お母さんに会うシーンがある。うん、あそこでさ、そのジオンのパルト打つじゃん。うんうん、なりそうになって。で、その時に母親がさ、この人にだって、家族がいるだろうに、みたいなことを言って、うん、で、自分より心配するのかって、うん、アムロがショックを受けるけど、うん、あそこらへんて く、くそ、生リアルやなっていうか、まあ、本来、ね、本来、なんだろうな、親が、親で自分の息子が見つかったら殺されるかもしれんっていう環境で、あの、銃を撃ってしまって、息子が助かったっていうのとは、息子が人殺してしまったの、複雑な感情が出て、言葉が出てるような感じがして、うんうん、で、そこになんていうかな、アムのお母さんっていう位置だけじゃなくて、なんていうかな、その、 その人みたいな、アムロのお母さんっていうキャラクターさらにその死んだっていうか、さらにその相手側がの裏の事情まで心配するようなタイプの人っていうところがそこ練り込まれてるっていうんかな。うんうん、うん、アムロのお母さんってこうだよね、だけじゃない。なんかその人はその人だ、ねうん、からこういう息子がいてみたいなことになってるみたいな、うんうん。やっぱりそういう意味では、なんか設定とか構成を密に考えるというよりかは、やっぱこの人も、うん いろんな人生を生きてきて、いろんな葛藤と選択の中で生きてきた結果、うん、作られた人格と性格だからこその一言っていうのがその言葉で感じられるからっていうことですよね。あ、そういう意味はある種設定なんやと思うけど、お母さんっていう、そういうの設定として見せるんじゃなくて、あくまで演出として見せるっていうか、うん、設定とかは多分頭の中とかそういう人を考えときはめちゃくちゃ考えて設定してるんだろうけど、 それは設定としては出さずに、普通に演出の中で、そういう人だったらこういうセリフが出るだろうみたいな感じの出し方をしてるのが、ああ、うま、すごいのかなっていう気がする。そうね。でもそれを言うならば今思ったんやけど、まあ、あの、会話になってるようでなってない都民の武士って、実はリアルなんじゃないかって今思って。うん。人間って会話してる時って意外と受け答えちゃんとしてないじゃないですか。いや、そうなんだね。 今こうやってなんか収録っていう携帯を持ってるから、俺が話して、そっちが聞いて、そっちが話して、俺が聞いてってなってるけど、意外と私生活で、特にこう親しきなか、まあ夫婦の関係性の中で会話するときって、なんか主語を飛ばしたり、術語を飛ばしたりして、その会話だけ字面にしたら会話になってないときあるよなと思って。 あと、それこそ今、会社とかで問題になっているのが、うん、そうそう、主語とか飛ばすし、その、うん、例えば上から下に指示出すときって、要は上は分かってるわけやから、うん、分かってる想定で喋ってるんだよね。それこそ主語の、うん、そうね。下の方分かってないから、うん、受け取ったときにその学面通りに受け取ったりだとか、うん、その、取り違えてたりだとかは平気であって、うんで、その結果その仕事がちょっと遅れるとかが、うん 問題なんてどうすべきかなみたいなのは、結構、あの、話題になってんじゃん、最近仕事の。うん、でもね、このリモート環境になってそれがきつくなってる状態があって、うん、なんかちゃんと伝達できてないことが多いというか、なんかも問題化してんのよ、最近。だからそこ、そういう時にもう、ああ、結構集合とか、自分もそうだね。自分も、あのー、まあこんなことがあってさ、みたいな話をした時に、いや、それはしようかんよ、うん、みたいなことを言われて、はあってなって、うん <laughs> あ 主語を抜きがちやな。自分分かってる。そこは伝わってると思ってるもんな。みたいなそうね。だから、まあ、そもそもとして人っていうものは、まあ、そもそも脳があって思考してるわけやから、やっぱり自分の置かれてる立場とか、その、話す相手との関係性を考慮した上で、無意識化で、一番、まあ、裁量っていうのは、また、あ、ちょっとちゃうけど、それを踏まえた上で、何か情報伝達をしてるじゃないですか。 別に毎回毎回親しき人に0から10まで説明をして会話をしてるわけではないから。よね。やっぱそこが省略されるっていうのが人として普通じゃないですか。例えばその、自分じゃない別の部署の誰かとお客さんとのメールの中で、たまに CC が入ってる時とか、まあ言ったら、<ー>そ,その人とお客さんの会話を俺が外から見ている状態になるわけなんですけど、 自ずらだけ追ってたら何話してるか分からへん時あるからね。うん。でも、言うように前提が釣りやってたら、当人同士はそれでなんか通じてる時もあるわけで、まあ、それが問題になる時っていうのは前提が釣り合ってない時やったりすると思うんですけど、そういう意味でまあ、省略していってるよね。やっぱり人は無意識に。会話と。会話の中で。そういう意味で、ガンダムの会話もリアルっちゃリアルよね。おそらくお互いなんか省略してるんやと思うねん。なんか言わなあかんこと。 リアルやし、で、逆にの中では一応それでさ、話が成立してるって言うじゃん。よ違ってない話じゃん。それって、うん、あメイン、メインちゃうか、その、いわゆるニュータイプニュータイプっていうのは、ほら、人が、宇宙に出た人が、こう、言葉じゃない何以下で意思疎通ができるみたいなところが一つの話になってるじゃん。うん そういう意味では、あのー、あそこの富の武士って言われ、ニュータイプ的なやり取りをしてるから、言葉だけで言うと、ああいう店舗の、ああいうやり取りで済んでるの,のかもしれへん。そう、だから、富の武士とか言われてるけど、実はやってることは普段の人間の会話をそのまま表現してるだけなのかもしれないですね。ちなみに、ガンダムユニコーンって、富さんじゃないじゃないですかいう。うん。いや、そう、だからね、今の話を聞いて思ったんが、 ガンダムユニコーンの中盤までは俺結構好きやったんですよ。ほほでも後半、あの、ユニコーンガンダムが、なんかあの、超能力みたいな力使い始めたじゃないですか。<laughs> うん。なんか低下出すだけで戦艦のエンジン止めるとか、なんか <laughs>。もう本当最終特典ね。六七 <laughs>。<laughs> なんかあそこら辺からバラージがヒーロー全土しすぎてしまって。あー、うん。なんかおも、面白くは見てたけど、あ、やっぱこれはちょっと。そう。 宇宙世紀やけども、なんかトミノのガンダムじゃないってなったんですよ。いわゆる逆者でさ、あのー、アクシズの落下を止めた、やつ、ってことになってるじゃん。うん、なんていうか、うん、ユニコーナーの力ってさ。うん、あれって、だあれはあれで一個の奇跡で置いときゃよかったのに、なんか、 あれを深掘りしたがために役しがなったなって思って、それをもっとひどいことしたら俺はナラティブだった。そうそうそう。だから、ナラティブに、ナラティブに至っては、もうそれは完全にフィクションの話じゃんってなるから、えー、魂がモグリスーツ運転するんですかって。<laughs> えー、見てるこっちからするとあ。あの話の盛り上がりで、あのクライマックスであの力が出たっていうのが俺ギリギリなんかありかなと思ってたのよ。もうあの、あのと、 一発限りの奇跡っていう、そういうアクシズを動かしたのも、あれもすごくぼかしてたから、あ、果たして本当に乳がんの力やったんかとかもわからへんし、ただ、実際事実としては、落下に軌道に入ってたアクシズが、あの、軌道を変えたっていう事実だけはあるぐらいのぼかし方がちょうど良かったのに、だから、まあ、なんだろうな、コロニーザんを弾くも、まあ、ギリギリ俺はユニコーンありやと思ったよね、あの話の流れと、あの、クライマックスを盛り上げとしてたただ、ダナティブはなそこは。 ナラティブは静止にしてあかんと思うんですよ。ああ、ほんとにね。なんだろうなううあれの原作の不死鳥がりっていうのは読んでないからちょっとなんとも言えないけど。ただね、ナラティブ映像化するときの福井さんのインタビューとか見てると、結構あそこをガチでやらなあかんと思ったみたいなこと言ってるんだよな、あの奇跡の人、うん。でもやっぱり微妙に二次創作感強いやん、ナラティブって。いや、そう。うん、やっぱそれは、なんやろうなやっぱ我々が無意識化で、 ある現実度にして認識できひんのですよね。そうなのよあ。あのためだけに、それこそバックボーンがないっていうか、あのためだけにいろいろ用意されたキャラクター、用意された世界観、用意された設定って気がして、すごい都合がいいっていうか、ナラティブは、あのー、登場人物たちの人間関係性も、あ、もうフィクションの物語のドラマですねっていう感じやったしね。そこら辺だやっぱ違うんだろうなまあ、フィクション、フィクションさやっぱナラティブは。いや、まあ全部フィクションだけど。<laughs> いや、その、<laughs> 物語創作という行為に対してガンダムはフィクションなんですけど、ガンダムは現実として認識できる何かがあるから我々あれを面白いと感じてるわけですよ。それは、ね、あの、単純にその、実写っぽいとかそういう話じゃなくてっていう、ね、そう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 。我々が隣にいる友達を現実として認識するぐらいガンダムを現実として認識できるような匂わせがガンダムという作品であるから面白いんやと思うんですよね。<laughs> だから一周回ってガンダム何が面白いのってやれたらリアルだからっていういつもの話になってしまうんですよ結論としては。いや違うな。リアルだからじゃないわ。ガンダムはリアルだから面白いんじゃない。ガンダムは現実として認識されるから面白いんですよ。微妙に言い方を変えよう。認識できそうって感じだな。そうそうそうね。現実ありえそうって思えるところが、 だから逆に言うと、現実じゃないやん、これっていう要素が少ないっていうのかないや、それは、現実じゃないやんと思えるところが少ないじゃないんですよ。じゃないか。その、引き算の話じゃなくて、現実と思ってしまえるから面白いんですよ。ああ、そうか。ああ、そうだな。なるほどね。設定とか構成の話じゃなくて、たと、はい、えとんでもない能力がガンダムの中で出てきたとしても、それがうまく表現されていれば、我々はそれを現実として認識させられてしまうんですよね。 うーん表現難しいな。別にフィクションを現実として錯覚してるわけじゃないんやけど、なんやろう。そこで巻き起こる事象を現実として認識してるわけですよ。我々はガンダムの。でもそうよね。うん、でも、よくよく考えたら、そらモビルスーツ、なんで人型やねんっていうとこは無視されてるわけじゃないですか。そもそもとして。だから、 現実として考えたらおかしいじゃないですか。その戦闘兵器突き詰めたら人形じゃなくていいんじゃないのっていう話によく出てくるけど。はい、でもそこはフィクションって知ってますよって話なんですよ。うん、でも、そんな嘘ですら、現実として錯覚してしまうぐらいの何かがあるんですよ、ガンダムにはね。なるほど、お話しし。やっぱ演出な。あ 表現としては演出であるとか表現であるとか映像表現になるとか音響とかもあると思うんですけど、やっぱり一つの要素としては、そこに生きてる人間たちのことを現実に生きてる人たちと錯覚するぐらいの実在感があるからで、その実在感があるのはなんでかっていうと、我々が現実の世界で起こりうるであろう葛藤とか選択をしてきた結果、こう作られた人格とか性格をアニメのキャラクターにすら感じるぐらいだからなんですよ。 だからもしその現実の世界で生きてる人間ぐらいの実在感を感じさせられる表現をすれば、都民のが関わってないかんだムでも。だからそう、ユニコーンはやっぱバナージの表現はすごくあるから、普段俺はすごい、あの、ありっていうか許せていて、<laughs> さっきのナラティブはそこら辺の薄いから、やっぱ全然、 フィクションというかファンタジーにっていうか、実在の話として感じられないなって思っちゃうっていうところなのかな。端的な言葉で結論つけると、なぜガンダムが面白いのかというと、フィクションでありながらも我々はそれを現実だと思ってるからっていう結論にしようかな。なるほどね。<laughs> <laughs> そうしましょう。フィクションだと分かっているけれども、うん、我々はあれを現実だと思ってるんですよ。うん。現実だと思えるってことよね。 いや現実だと思えるっていうのは、俯瞰的な目で見たときに、仕組みがそうなってるっていう意味では、その説明で合ってるんですけど、なぜガンダムが面白いのかって聞かれたら、あれはフィクションだけども現実だからですよって、現実だと思ってるからですよでいいんです。思わせられるっていうのは、違うじゃないですか。我々我、我々を主語にすると、ガンダムってアニメの嘘の世界のフィクション物語って知ってるけど、でもあれ現実やって思ってんねんって、だから面白いねんなんですよ、きっと。ね。<laughs> <laughs> ドラゴンボールはどこまで面白かったとしても、あれを現実だと思ってないんですよ。ああ、そうね。ああ、そういう意味では、ちょっとこれ言うといろいろあるかもしれない。エヴァンゲリオンは現実とは思えない、ね。思えないね。あれは現実ではない話として面白いですよ。そうなのよ。で、あれ、あれこそ設定とかがありそうなぐらいリアルに作られてるねっていう評価になるはずなんですよ。お<ー>でも現実とは思ってないんですよ。そうなんよね。そうそうそう。 でもガンダムは現実みんな思ってるんですよ。<laughs> もう、言い切るとすげえ怖いけど、<laughs> まあそういうことだね。そう、その子の言葉なでだけ捉えるとおかしな人になってしまいますけど。<laughs> あ、でもそういうことだ。そう。作り物って知ってるよ。でもあれを現実だと我々は思ってるんですよっていうところですね。そうやね。だからこんなにこう35年もね、慣れてるんだろうなっていう。そうそう。だから現実が一番なんだかんだで飽きひんじゃないですか。だから、 今自分で話して自分ですごい風に落ちたんが、俺、ガンダムの熱烈なファンじゃないんですよ、そもそも。はいはい。でも、見てしまうんですよ、か出て、新しいのが出てきたら。うん。それは、やっぱ現実やから、興味が湧くんですよね、なんか。うん。現実だと思ってなければ、はい、ど素もんなんやろっていう評価で、ミーヒン評価とかもあると思うんですよ、きっと。でも、ことおとみの関係してそうなガンダムは、現実やろって思ってるから見てまうんですよね。ううん。 だから、皆さんもそういう風にガンダムの感想を言ったいいんじゃないですかこれから <laughs> 現実やからねって、あれ <laughs>。言葉じりだけ使われると <laughs> 本当<に>。<laughs> エヴァンゲリオンもリアルやけどあれ現実じゃないからって。でもガンダムはあのフィクションやけど現実やからっていう評価を言う、言うたいんじゃないですかこれからみんな。 確かに、確かに、たまにあのガンダムのあの歴史的なこと生死とかって言い出すからね、俺、俺らとかって。そう。だから、あれね、ある種その、なんか500年ぐらい、ま、500年なんか1000年ぐらい経って、今の地球文明が滅びた後に地球外生命体が来て、今の文化を漁った時に間違えられると思うねやんか。<laughs> こんな時代があった、ね。そうそうそうジオンと連邦の変装してる。めちゃめちゃ間違えられると思うね。 あ、スペースコロニーができてて、宇宙世紀という年号があったよね、みたいな。そうそうそう。もしかしたら、この当時の時代の地球生命体は、外宇宙の我々まで来てたかもしれないな、とか思われる可能性もあるわけですよ。はい、宇宙まで進出してたんだね、みたいなね。<laughs> あの別の話で、あの、先行のハサウェイ、あの、結末変わるかも的な意見出てますけど、はい,はい。はいはい、なんか、さっき、 いろんな感想のブログを漁ってたら、ちょっと興味深いことを書いてる人がいて、ああそもそも、あのー、先行のハーサウェイって、あの小説のベルトオチカチルドレの続編や、なんですね。あ、ベルトオチカの続編になるんやそ。その人の感想ブログを見る限りはですよ。うん、僕も詳しくはないから、<ー>うん、実際そうだ、そう、そうじゃないっていうのは判断つかないですけど、興味深いなと思ったんが、ああ 小説版の先行のハサウェイは、ベルト・チカ・チルドレンの続編やと。うんうん。で、劇場版先行のハサウェイは、逆襲のさぬ続編やと。ああ、なるほど。そうなると、ハサウェイの立場が違うって書いてあるんですよ。なるほどで、ベルト・チカ・チルドレンの続編の先行のハサウェイのハサウェイは、クイズを自分に乗ってて殺してはいるけれども、あ,あ仲間殺、チェ,チェーン、仲間殺してないんですよ。あ。ベルト・チカ・チルドレンの続編のハサウェイは、味方殺しをしていない。 でプレースは自分が殺してんねや。<う>ベルトウチカチルドレンでは。<う>あ、そうなんや。あえな、うん。で、愛すべき人を自分の手で殺してしまったっていう罪悪感と、アムルとシャアに感化された、アムルとシャアのどちらの思想も理解できるっていう複雑な立場でのマフティーなんすよ。なるほど。でも、うん、逆襲のシャアの続編の先行のハサウェイは、味方話をしているハサウェイやから。そうね。 その感想ブログの人からするとなんやねんって。お前悩む、悩むべき人間じゃないやろみたいな。あ、だからなんでマフィティになっとんねんっていうと。そう。あれがないやんけっていう話か。劇場版の先行のハサイのハサイは何の同情も強化もできないと。なるほど、すげえなんすね。うん。はやい、と思ってそのブログ見て。なーるほど意味が違ってくると。その、 逆襲の社のあの時代の後の破損への生き方が変わってくるわけじゃないですか。原因が変わってるから。2>, <laughs> 2部とかいつやんねんとか何も決まってないんでしょ、これ。痛、うん、い,いね。そもそも3部作やったって知ったのが結構1、1号上映するちょい前ぐらいやった気がするんだよね。いや、だから俺なんか見てる途中に、あれこれ終わんのかと思って調べたら、 三部作ってその時初めて見たから、<laughs> 終わらんのかいってその時思ったから。なんか2時間ぐらいの内容やのに、<れ>え、こんな進行で終わるんと思ったら、終わらんのかいって。ああ、でも同じようなこと言ってる人いたわ、会社で。それぐらい、もうん、情報は少なかったっていうか、そう、いや、一部、一部なのみたいな。で、タイトルにワンとかもなんついてないもんね、うん、そう。ん。で、一応あのー、なんだろう、仕事でちょっとチラッとこうやって、 ってるときに聞いた話では、うん、もう一の、一を作るのに、二の分の予算も全部追いこんじゃったから。これ回収できんかったらやばいってい,聞いて <laughs> まあ、そういう意味では、ね、相当ヒットしたからさ、映画としては。まあ、ほっとしてますって、あのインタビューでも、<laughs> あの、これ、さも言ってたから。えー、これで、作れますみたいな。ことになってんじゃないかな。<laughs> まあ、でも、逆に、別に、今回のやつだけでも、満足したけどね、なんか。 ね、これでこのまま終わってもらっても別に何も問題ないですけど、私。これから俺たちの戦いが始まるんだ、<laughs> みたいな感じで終わっていただいて。2>, 2が一番難しい気がするよね。なんていうか、3<ー>がさ、要は締めの話になるわけだからさ、それこそその焦点としては最後どうなるのっていうところに当たってくると思うんだけど、うん、この間の2でさ、なんかその、ケツがどうなるかが、 うっすら割れんのか、その話が要は小説通り行くのか行かへんのかも、の分岐点にもなりそうだからさ。で、うん、かつ、今回が序章だとしたら、次は割とそのね、戦闘シーン集めにとか考え出すと、一番通が難しそうな感じ、ね、まあね。ね。あの三部作じゃなくて前後編にしてよかったのね。やんかね、今となってはそんな気がするのね。前後編にちょっと長めに作ればね、 小説が上下巻やったはずやから。<laughs> それも考えてワンとかつけなかったのかもしれない。そうちゃう。一本で終わってもいいし、なんか金なかったら二本目で終わろうみたいな。そう,そう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 。逆にでも今回儲かったから、平たすと4とか5とか、とか思ってる可能性はゼロではないけど、ね、しかしまた何年かまたなかんのかと思って。えー。 いや、ほんま、おっさんになればなるほど、なんか、数年末も苦痛じゃなくなってきたけど、<laughs> 気がつきゃじじいとかなってたら、楽しむものも楽しまれへんで、と思って。<laughs> そうね。よくないですよ、その風潮も、なんか、なんぼさこって言いながら何年も渡すとかね。<laughs> なんか当たり、<laughs> 当たり前のようになってきてますけど、最近。もう作んで金がいるんや。うん <laughs> まあ、最後に改めて言っておきますと、えー、ガンダムの面白さは、えー、フェクションと分かっているけれども、現実だと思っているからです。はい。はい。それが、狭くて浅い空の結論ということで、まあ、よろしければ皆さんも、あのー、人にね、進めるときとか、ガンダムって何が面白いんとか聞かれたら、あ,あれは現実だからだよって <laughs>、言ってください。<laughs> そこまで簡潔に言うと、なんかちょっと、一瞬回って良くなってきた。そう、ね、<laughs> え、それは、え、何、リアルってことって聞かれたら、いや、じゃリアルってこととか、リアリティがあるとか、そんなんじゃなくて、あの、フィクションなんやけど、現実やと思ってるねって、言ってくれれば、いいんじゃないですか。それで。<laughs> はい。まだ皆さんのね、見解もよろしければね、聞かせていただければと思います。じゃあ、終わりましょう。お送りしたのは、沢田信也と、中田村でした。 それでは皆さんまた次回さようなら。さよなら。